小さいのしかないのか。お姉さま、何よクロコ。ジャッジメントのお仕事で帰れないので、あのやかましい旅館に門限延長の連絡をしてほしいんですの。もう門限も過ぎて、私も今コンビニだから、お姉さままで外出中だなんて、これで問答無用で減点を食らいそうですの。美坂さん、今日はなんで門限ぶっちぎっているんでしょうね。まさかこのままお姉さまは腐れる異次元と夜のデート。おのれ、あの野郎、雨の夜景を楽しむなんてまた随分と渋いチョイスを。こうしてはいられませんわ。お姉さまの体操を守るのは私、白井クロコの務め。ダメですよ。ほら、こっちの事務書類と会計書類の山が全然終わってないでしょ。